はい。はい。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。なんか昨日伺ったら、うん、なんかアジアの純粋を歌われてて。あ、ごめんなさい。はい、あ、聞こえなかったです。はい、アジアの純粋歌って全然聞こえなかった感じですね。あ、僕大好きですパフィー。ありがとうございます。あの、うん、あのカニ食べ行こうとかよくカラオケ歌います。どうも、はい、どうも。めっちゃはずいじゃん。今の聞いたの神回でしょ。聞こえた？みんな、みんな聞こえた？昨日これ神回でしょ。え、音入ってた？音入ってた？今のくっそ恥ずかしいわ今の。くっそ恥ずかしい。今の聞いた9人ラッキーでしょ。今のこれ動画編集したいな、これ。うん、あ、超面白い。うん、なんだろう、このプレゼント。お、タムタムからだ。タムタムからだ。縛るな。ノンラブくんさん、暇できましたよ。おい、ノンラブいらっしゃい。今超恥ずかしかったんだけど、宅急便のおっちゃんが来て、宅急便です、ヤマト運輸ですって来て、で、昨日パフィー歌ってましたよねって言って、僕パフィー大好きですよって、はずーと思って、昨日お客さんパフィー歌ってたから荷物届けるの聞こえなかったみたいでって、くそ笑ったんだけど、超面白かった今。はっずーと思って。なんかキツネ枠やったらノンラブの。星さん聞いてた、わわらわら。聞いてた、聞こえてた、音入ってた。おっちゃんの、おっちゃんの音入ってたらこれ動画化しようぜ。これ面白いでしょ。これさ、俺がパフィーを大熱唱してるのを冒頭5秒ぐらい見せた後にピンポンって、いや、なんかノンラブがすげえなんか言ってるよって、さっきのキツネ枠でめちゃめちゃ言われたよ。ノンラブがノンラブがって、なんか変なキツネ枠にするとアンチが湧くね。なんかノンラブがなんか言ってるぞってすげえポンプきた。ノンラブくんさん言ってないよ、うん、いやだからあれでしょ、ポンプでしょ、ポンプ。俺とノンラブの仲を裂こうとしてるんだよ。なんか悪巧みしてんじゃないの、雑談たぬきかなんかで。そう、受けるわ。ノンラブくんさん、うん、何にも言ってないし、うん、いやいや、ノンラブが言ってるっていうわけじゃなくて、うん、ノンラブがあの和道の悪口言ってたよっていうキツリスナーがいたよってことね。
モンラブくんさん、フニヤニャーっつってはい、ワドートゥー笑い男さん、うちのことも書かれてたな。あ、笑い男を書いたのはブロックした、ブロックした、速攻ブロックした。なんか笑い男がどうのこうのって言ってたね。ほっといていいんだよ、あんなの。俺に嫌がらせしたいだけだから。俺と、要は俺のことをよく思ってるリスナーさんと仲を裂きたいのよ。だから狐枠やるとああいうのが湧くんだよ。相性、同業の配信者だよ。同業の配信者。笑い男さん、ありがとう。ブロックした、ブロックした。3、4人ブロックした。あんなの気にしたら負けだよ。なんかあれじゃん、チヤホヤされてんのが羨ましいっつうか憎いんだろうね。もう羨ましいとかいうレベルじゃないんだよ。もう俺が憎いんだと思う。
星ロビ星さん、私おーありがとうロビー、ありがとうグレートありがとう。ありがとうございますロビー、サンキュー、たくさんありがとうね。なんで隠れるの俺のファンってなんで陰ながら応援してますとかさ、陰ながら応援します、隠れファンです、表来いやお前らが表に立って応援しないとダメでしょ、誰が応援するんじゃ。何なんだろうねうちのリスナー。星ロビ星さん、1年半くらい隠れファンわら。1年半くらい隠れファンなのいやいやいや隠れないでよ、なんで隠れんの。マッチユリのマリモちゃんさんこんにちは。はいはいマリモちゃんありがとう、ハートありがとう、おはよう。なんで隠れるっていうのがよくわかんないんだ。ファン、熱狂的なファンが欲しいかな、熱狂的な和道具類。エルビンさん、和道つ。おーエルビンお疲れ。なぜ隠れるんだろうな。モンラブくんさん、私も隠れよう、かわらわらわら。こら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 。いやー嬉しいよ、ありがとう。1年半ぐらい隠れてたんだ、表に来て応援してほしいよね。あー疲れた、何にもしてないのに疲れた。笑い男さん、和戸さん、捨て頃でルーでしょ、最後だから。あーパフェありがとう、見に行きたい。あーそうだね、出よう出ようか、捨て頃出ようか。笑い男の来るは全く当てにならないけど全く当てにならないけどおう出ようか。笑い男さん WWW 全く当てにならないぞ。もうだってこの2年間で 3,4 回すっぽかされてるからな俺、いるありとあらゆる理由をつけて、もう信用性ゼロだよ笑い男さん今度こそ行くぞ。いやもう俺絶対来ないと思ってるもん、今度はどんな理由つけて来ないんだろうと思ってるもん。マッチユリのマリモちゃんさん絶対来ないよ、挨拶だけですいませんまた来ます。絶対来ないと思ってる、挨拶だけ了解また来てね、ありがとう。いや絶対来ないでしょ。まあでも捨て頃は生で見るのに限るよ、なんか DVD とか見たけど全然全然だよ、生絶対生 100% 生だよ、 100% 生感動するよ。なんか光とかで汗が飛ぶんだよね、パーンって、すげえかっこいいの。星ロビ星さん、わークールパフェもありがとう。和道さんのみ隠れファン、和道ぐるいかって聞かれたら謎だけど、推しなのは和道さんのみ、ありがとうありがとう。和道教になってほしいね、クレイジーな囲いが欲しいよ、クレイジーなもう何言っても肯定しかしないぐらい狂ってるファンが欲しい、ガッチガチの。もう教祖様になりたい俺は。はいはいおいで、はいお散歩の時間、はいはいおいで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 、おい我が子たちおいで、ペコペコしたか、おいでペコしたか。なんだろうな、体調がすげえ悪いんだよな。星
おしろび星さん、前回のステゴロの T シャツ飾ってあるよ。ありがとう。いや、タムタムがさ、病院に行ったら病院で着てるんだよね。すげえなと思った。病院でずっと着ててくれて、ね、すげえ恥ずかしかったのが、ナースセンターとかのナースとかに言ってたらしくて、俺のことを。なんか、ああ例の和道さんみたいな感じで全員立ってなんか挨拶みたいな、すげえ恥ずかしいと思って、なんかタムタムが吹き込んでるのが分かる対応だったから、あ、例のあのすごい有名な方なんですよねみたいな、あの感じすげえ恥ずかしかった。もうこれあの動画に撮りたいと思った。笹かまさん、わー小鳥かわいい。かわいい、かわいい、かわいいでしょ。文鳥って言うんだよ、文鳥。かわいい、かわいい、我が子たち。笹かまさん、よく抱いてる、文鳥さん。うん。笑い男さん、あのステゴロ T シャツ欲しいね。再販する？再販する？いいよ、再販しても。また作ろうか、新しいステゴロ T シャツ。2種類作ろうかな、今回。うわ、おいおいおい、シャーちゃん。笑い男さん、今のやつは再販するの？今のやつ再販してもいいよ。作るなら買いたいな。いや、バッグの、名前入れたやつを作り変えるって感じ。ステゴロ T シャツの表面のデザインは一緒で、背中の文字を変える。ほら、前回ほら、ノンラブとか、ソソとか、みんな名前入れたでしょ。だから3は3でまた募集して名前を変える。だからデザインは全く一緒なんだけど、2と3の背中の部分が変わるって感じだね。で、それとは別にもう1種類作ろうかなっていう、うん、痛い痛い痛い。今度はカラー変えてもいいかもな、白で作ってもいいかもな。うん、結構結構なんか白くなっちゃったね、頭ね、白髪みたいな。何やってんの？ペコも羽生え。笑い男さん、再販版欲しいな。うちも名前書いてあるし。再販版はだから新しく名前を募集するんだよ。もう前回の名前のやつはない。要は鮫島さんとロハコさんの名前がセコンドで入ってるのはなし。背中のデザインが変わるって感じ。まあ、また一からデザインし直してもいいし。出るならまたトレーニング再開だね。
そうだね、トレーニングまたやんないとね。あー、またトレーニングか。そんなの、今のやつが欲しかった。今のやつを再販してほしいのか。ロット数がある程度確保できないから無理だな。10枚ぐらい売れないとちょっと厳しい。一人のためにってやると、その枚数ある程度ロット数確保できないと安く作れないから。笑い男が1万払うっていうなら作ってあげるよ。高くて構わないっていうなら。あの価格では無理だな。笑い男さん、うん、そっかそっか。そうそうそう、ある程度固定のロットで作らないと、あのうまくいかない。やめなさいペコペコ、そこダメ。坂は絶対頭乗らないんだけど。ペコやんちょだから。こ、うん、ガクガク。星ロビ星さん、どんでかないの。もうずっとこんな感じ、うん、ラブラブ、うん、手のひらが好きなの。ペコはね、窓開けたら逃げちゃう可能性あるけど、釈迦はまあまずないね。釈迦一回脱走したことあるんだけど、ね、なーに喧嘩しないの。釈迦は一回脱走。星ロビ星さん、意識としては親子関係、兄弟。ね、釈迦は俺のことを恋人だと思ってるの。要は恋人。二人は何歳？こっちが4歳で、こっちが1歳。人間の年齢でいうと39ぐらいかな、釈迦は。笹かまさん、喧嘩、かわいい。喧嘩今の。歌ってる今。オスは歌うの、今みたい。笑い男さん、今のデザインで名前書き直しになるってこと？今のデザインで名前、背中はほら、捨て頃2のメンバーが入ってるから、わかんないよ、まだ考えてないけど。表面のデザイン一緒で、背中の名前とかセコンドとかスタッフの名前が変わるって感じだ。スポンサーさんと新しいリスナーさん背負わないと。もうあのやめ、なんだろう、2の時のリスナーさんでいなくなったリスナーさんいっぱいいるから。笑い男さん、うんうん、うん、そう、もう応援してない人の名前背負いたくないじゃん。三原キングさん、こんにちは。はい、こんにちは。笑い男さん、じゃあ新しいの買うために花火貯金しようっと W、うん、まあ、スケゴロは面白いよ。生で見たらすげえ興奮すると思うよ。辰彦の試合とかすごかったもんね。楽屋とかでうわーみたいになってたもん。やべーみたいな。あれもう半分プロの試合でしょ、辰彦のやつは。見せたよな辰彦は。ノーガードで2発もらって、その後ワンパンで返したからね。あとすごかったのがテルの飛び膝蹴り返したところすごかった。クモンリュウが飛び膝蹴りでテルをぐらつかせるの。その後一回離されるの。
離れて離れてってやって体格のコーナーにやった時に、金前にハラハライライラしたけど前回は、まあ、生で見た人だったらもうこれできんだなっていうの確定なんなんみたいな。笑い男さんめちゃくちゃ見に行きたい、今回逃したら二度と見れないもんね。まあまあっていうかイベントごとはその時その時は一回きりだから、一回見逃したのはもう二度と帰ってこないよ。要は PV とか動画とかじゃないから、やっぱりその2も1も1回しかないわけだから、テルと俺が戦ったのも1回しかないし、だからやっぱイベントは本当に好きだったら見に行くべきだと思うよ。てかもうチケット取れないんじゃないの、人気出すぎててすぐソールドアウトになるから。行きたいって言ってももう人気出ちゃってるから、プレミアチケット貸してるからね。300だって多分なんだけど、あれ2000人埋まるよ。だってステゴロ2なんて発売開始日の1時間で全部売れたんだよ、夜中。もう日付変わった瞬間にローソンとかファミマとかに並んでるリスナーさんで、だから毎回満席だもん。だから今回もプレミアチケットだよ。確かに。だからみんなチケット手に入れるの必死だもん。だって転売屋が出てんだよ、すごくない？今時転売屋が出るようなイベントねえよ。猫いるからどうでできない、見に行きたかった。いやペットショップとか預ければいいんだよ、1日ぐらいだったら。ペットホテルとかに預ければいい。笑い男さん、うわそんなにか。そんなにだよ。2、1の時は1日で売れたの。1は1日だったけど、2は1時間で完売。ローソン、ファミマ、ベンジョさんの手売りも全部ソールドアウト、速攻ソールドアウト。もう今回チケット売れるの確定だもん、もう3最後だから。だから手に入るか手に入らないかとかそういうレベルだよ。もうだからみんな前の日 LINE で今並んでるって言ってたもん。もうコンビニの前にいるって、ロッピーの前にいるって言ってた。だからスタッフさんからも来たもんね、ベンジョさんの抽選漏れたからどうしよう。ささかまさんすごいね。すごいよ。そう、なかなか300人埋まるイベントないからね、フルで。素人にしちゃすごいよ。配信だから後楽園とかでやりゃいいんだよ、新宿フェイスとか。後楽園2500人かな、埋まると思うよ。清浄機好きなの、この音、この音好きなの、うん、これは加湿器だ、加湿器の音だよ、加湿器の音好きなの、うん、加湿器、うん、お、なんかペコは加湿器の音が好きみたい。子供起きたし落ちます、また。うん、ロビーまたね、ありがとね、またまた。笑い男さん、ヒカルくんも出場するって言ってて、うん、カズーンさんにセコンド頼んでたよ。あ、そうなんだ。ヒカルくんはもう決定したんだね、出場ね。うんちした。ささかまさん、スパーリングしてたよ。スパーリングはしてないんじゃないかな。スパーリングやってた。ミット打ちじゃなくて、ス
パーもやったんだ。ささかまさん、アッソレミット。そうそう、スパーリングっていうのは練習試合のことだから。多分まだもう半年やってないから、多分 2,3 ヶ月はやらないはずなんだよね、スパーリングは。笑い男さん、ミット打ちをカズウンさんとやってた。まあミットだろうね。ささかまさん、間違っちゃったショー。カズウンさんね、世界7位だよ。本物のプロボクサーだよ。太平洋2冠だよ。OPBF って言うんだけど、東洋アジア太平洋のチャンピオンで2階級制覇で世界7位。化け物だからね本物の超一流ボクサーだからね。すげえよな。えぐいよな。よくよく考えるとものすごい人に教わったんだよな。寝るの？ペコ、あ、シャカか。寝る？シャザ。まったり？シャザ。ひよこみたいになってる。ほんとかわいいな、文鳥。ほんとにかわいい。チョコボみたいだ、チョコボ。ファイナルファンタジーのチョコボみたい。可愛くない？こんな可愛い生き物が世の中にいるのかっていう。デコ丸もおいで。笑い男さん、太郎ちゃんが和戸さんと宮城さんで戦わせるのもありかもしれんって言ってた。お宮城さんか。宮城さん強えかんな。宮城さん強者でやってるからね。ドレさんとカズグンさんとや、あ、カズグンソーとやってるから、あの経験値はめちゃくちゃ強い2人でやってるから、ハート強えしな、あの人。なんで宮城さんあんな強い人とばっかりなんだ。延長で S。 あ、延長代ありがとう。笑い男さん、いいねを10個プレゼントしました。ありがとう、いいね、ありがとう。はず。笑い男さん、風船を10個プレゼントしました。ありがとう。笑い男さん、バーガーを5個プレゼントしました。ハートありがとう。笑い男さん、ハートをプレゼントしました。ありがとう。えぐいよな。みやびさんとやったら右のオーバーハンドブロー気をつけねえとな。右のオーバーハンド、左ボディから右のオーバーハンドがあの人の得意技だから、
左のガード絶対上げておかないと。右のオーバーハンドこっちからこう来んのか。笑い男さん、太郎ちゃんによると、和戸さんと雅さんは一度も勝ったことがないから、どっちがラストを飾るかってのも面白そうだって言ってたの。なるほど。なるほど。二人とも確かに一回も勝ってないからね。三回フルで出場してんの、俺と光くんと雅さんだけだからね。で両方とも負けてるの宮城さんと俺だから、最弱王決定戦だな誰が一番弱いのかっていう最弱決定カードか。まあ面白いんじゃん、興行としては。負けた方は捨て頃最弱の汚名を着せられるんだ。笑い男さん WW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 W
笑い男さん、仲良しやねえ。仲良しになったね、喧嘩ばっかりしてたけど、喧嘩しなくなったよ。ゲームセンター行こうかな。なんかゲーセンにハマってんだよね。のんちゃんと二人で狂ったようにこの前ゲームやった。のんちゃん来ないかな。のんちゃん俺の放送見てないか今。のりこ、ゲーセン行こうぜ、ゲーセン。のんちゃん、ゲーセン行こう。のんちゃんいないか。コインゲームにハマってんだよね。のんちゃん寝てんの？ゲーセン行きたい。あの スライドするやつ、ウィーンウィーンって。なんかマジでずっと体調悪いな、ほんと。大丈夫かな、体も減量しよう。前回無理くり体重増やしたから今回減量してベストでいく。家はちょっと遠いかな、電車で30分ぐらいかな。ちょっと遠い。
のんちゃんは新宿ではないよ。30分ぐらいかかるよ。ダメだ、今日何もやる気しない、疲れてる。本当はカメラいじりたかったけど今日はダメだ。笑い男さん、伊豆の時に風邪ひいたのかもしれないね。あ、そうだ、風邪ひいてたんだ、思い出したわ。それだ、俺風邪ひいてんのを忘れてたわ、バカだから。だってそうだよ、真冬のさ夜中の海沿いにさ12時間もさ2日間いたんだよ俺。そりゃ風邪ひくよな。笑い男さん WWW 忘れてたよ。 WWW そうだ、 WWW そうだ、風邪ひいてたんだ。鼻ズルズルしてたし、忘れてた。そうだ、風邪ひいたんだ俺。だからか今日なんかもうずっと寝てるんだよね、ボケーっと。ママさん、テント張ったの？いや違う、何にもテントなんか持ってってないし、持ってないもん。体育座りでずっと浜辺でずっとテント張ってないよ。オリオン座をずっと12時間見てた。バカでしょ。寒かった。でもすっごい綺麗な映像撮れたからね、結構感動するよ。すっごい綺麗なの撮れた。見る？ママ撮れた映像。ママさん、寒かったですね。うん、マジでちょっとねプロっぽい映像だよ。まあプロ並みに、プロから教えてもらった技術で撮ったから。見る？すごいよ。ママさん見たいです。うん、結構すごいよ。ちょっと待ってね、いくよ。笑い男さん、綺麗だよね星さん。結構すごいでしょ。ちょっと待って、これ綺麗、うん、ほらすごいでしょ。これこれこれが12時間撮影したやつ。12時間分傾いてるでしょ星が。もうこの時点でグロッキーだったもん。綺麗だよな。笹かまさん、わー綺麗。綺麗でしょ。ママさん、すごい。すごいでしょ。で、これの前の日の映像が次に出てくる。前の日も12時間ぐらい。あ、これは東京だわ。これは東京。これ前の日。俺も向こうが海、津波の避難所なんだよここ。こういう映像が撮れましたね。ママさん、なんだろう、なんか心にきます。そうそう、今頑張っていろいろ作ってるよ。笹かまさんで、日野の星パチパチパチ星。これはね、プロの人が教えてくれるために作ってくれたの。編集は俺じゃない、俺より上手い編集。これプロの編集。これは東京だね。これどこだっけな。これはなんか浅草の方だったような記憶がある。なんとか神社。
まあまあこんな感じですね。頑張ってますよ映像制作。もしよかったら僕の YouTube に動画たくさん上がってるんで。ママさん不思議な気持ちになります。僕の YouTube チャンネル登録してください。なんかちょっと体調悪いから俺寝るわ。なんか今日ダメだ、明日仕事あるし。みんなおやすみ、いつも応援ありがとね。みんなおやすみ、バイバイ。 YouTube に動画いっぱい上げてるからね。